創立者の村の三人神戸、村の工業高等学校は、兵庫県神戸市長田区五番町八丁目にある私立、工業高等学校。兵庫県下の私立高校としては、唯一の工業高校である。郵便番号六五三のゼロゼロゼロ三兵庫県、神戸市長田区五番町八丁目5郵便番号六五一の一一二五神戸市北区広鳥台南町四丁目十五の十三 郵便番号675-1104兵庫県、過去国稲見町の寺城南岡県内役20校、ある工業系高校の中で、県立兵庫高校に次2番目に古い歴史を持つ。また、私立の工業高校の中では、全国で3番目に古い歴史を持つと言われている。甲子園出場、春2回、夏1回、食堂も設置。 1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では体育館の2階や校舎は長田福祉事務所からの依頼で長田区民の遺体安置所になり体育館1階の食堂は神戸村の工業高等学校周辺住民の避難所になり校庭は陸上自衛隊の中屯地となった1979年3月に第二運動場取得 2005年10月に第3運動場取得。場所は学校からスクールバスで10分ほどのところにある兵庫県消防訓練所跡、野球グラウンド1面とテニスコート3面がある。また、教室、視聴覚教室、研修ホール等が備わった研修棟と管理棟もある。1921年設置産業界の各分野で活躍する人材を育成する。 学科学習機械の操作方法や溶接、設計等、ものづくりに関することを学べ、各種資格取得に特に力を入れている。1942年設置電気の基礎から卒業後、即戦力となる、即戦力となる人材を育成する学科。国家資格の取得を目指し、卒業時には第二種電気工事士工事担任者の筆記試験が免除される。 1988年情報電子化設置1995年情報技術科に解消 IT の基礎、基本から最先端技術について、演習等の実践を通じて学ぶ1995年設置認可機械、電気、電子、情報の各分野について幅広く学習する。機械、電気、電子、情報の各分野の知識を活かし、 様々な分野の資格取得にチャレンジすることができる。就職の選択肢の広さが特徴。1975年設置2019年コース制開始目標に向けて自分で学習内容を選択することがことができる。総合アドバンスコーススポーツと語学に特化したコース指定クラブの生徒を対象とした専門体育や海外への語学研修等の専門的な学習が できる。進度は主に大学や専門学校への進学キャリアアップコース工場見学等の課外授業や資格取得のサポート等で就職に向けて強力なサポートが受けられる。2014年9月、少林寺憲法部副顧問の指導を受けていた2年生男子が顧問に練習内容を相談したところ、副顧問が当該部員をオーダー、非文章をわずらった。ありがとうございます。